パナソニックは以前からボックスカメラ、回転台を商品化してまいりました。そのノウハウを生かして2008年にレンズ、カメラ、回転台を一体化した商品を発売しました。その後も新たな技術にチャレンジするとともに、お客様の意見を伺い真摯により良い商品開発を行ってきました。お客様に育てられて今のパナソニックのリモートカメラがあると思っております。初代の AWH100 を開発した時の思想を守りつつ、昇華させたのが近年のリモートカメラです。主にですね、3つのことを商品に込めて開発を推進しています。まず1つ目はですね、カメラなので撮るためのものであり、自然な色付け、色再現性を目指すこと、そのために上位のスタジオカメラに負けないカメラ調整機能を入れることを目的としています。次に2つ目は動く、止まるの再現性です。メカ機能を有するため非常に精度を求められ、ピタッと止まる、スムーズに動くことを追求しています。最後の3つ目ですが、リモートカメラを使ったワークフローの革新によるトータルシステムコスト削減の提案です。シリアル制御から IP 制御に変化、 IP 制御、映像配信、電力給電のワンケーブルソリューションへ、さらには NDI ファイバーといったさまざまな機能を使用することで、敷設、設置を含めたシステム導入をしやすくすることをモットーに、その時代に合った機能の導入を推進しています。パナソニックのリモートカメラが発売されてから今年で10年となります。今後も新たなことにチャレンジしつつ、お客様の声を愚直に取り入れ、より良い商品を世に出していきたいと思っております。パナソニックビジネス。